日本語能力試験懲戒 N2 問題1一番 1> 男の人と女の人が電話で話しています女の人はこれから何をしなければなりませんか 東京工業ですあ、佐藤君今タクシーで研修センターに向かってるんだけど例の書類できたかなはい、研修センターの会議室に届ければよろしいでしょうかいや、会議は2時からだからその前に内容をチェックしたいんだセンターの隣に静かな喫茶店があっただろうあそこに持ってきてくれないかなはい、わかりましたラセーヌですねそうそう、そこにいるから それと書類なんだけど二部用意してくれるかなはいもう用意してありますそうかさすがだなじゃあよろしく頼むね女の人はこれから何をしなければなりませんか 2番 2> 女の人と男の人が話しています。男の人は、まず、どこへ行かなければなりませんかあなた、ちょっと悪いけど、スーパーに行ってきて。うん、いいよ。えーっと、これが買い物のリスト。それから、スーパーの中のクリーニング屋に、このワイシャツ出してきて。あ、このワイシャツ、明日着たいんだけど。 間に合うかな ?11 時までに持っていけば、ちょっと料金は高くなるけど、夕方にはできるわよ。今10時だから、時間は十分間に合うね。じゃあ、行ってくるよ。あ、待って。今、財布に全然お金がないの。だから先に銀行に寄ってお金5万円下ろしてからスーパーに行って。あと、帰りでいいから、ちょっと遠いんだけど、郵便局行って。 このはがきお願いしますえー、すごいいっぱい用事があるんだな男の人はまずどこへ行かなければなりませんか 3番、男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしますか山口さん、ちょっと大急ぎで見積書を一つ作ってほしいんだけど。はい。でも私、今からちょっと郵便局に行かないといけないんですが、それと今日は伊藤商事の報告書も急ぐんですけど。報告書はいつまでに出すの 明日のお昼です。見積書は今日の5時までに出さないといけないんだよな。ごめん。こっち先にやってよ。郵便局には他の人に行ってもらうようにするから。わかりました。じゃあ、報告書はあと2、30分で一段落しますから、それからかかるようにします。ただ、ちょっと銀行にも私行かないといけないので、それからでもよろしいですかうん。とにかく5時までにできればいいから。 女の人は、この後最初に何をしますか4番クレジットカード会社の電話案内です。クレジットカードが あと、いくらまで使えるかを知りたいときは、何番を押せばいいですかお電話ありがとうございます。ABC カードお客様センターです。音声案内に従って電話機を操作してください。解約、紛失、盗難は1を。暗証番号の変更、紹介は2を。 分割払い、お支払いのご相談は3を。次回お支払いの金額、ご利用可能額は4を。その他のお問い合わせで、オペレーターとお話になりたい場合は5を。もう一度お聞きになる場合は8をご入力ください。クレジットカードが あといくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですか五番先生と学生が大学のキャンパスで話しています学生はこれから何をしますか あ,あ、工藤君、来月から始まる公開講座のことなんだけどね。どう手伝ってくれる学生集めてくれたかなまだ友達に声かけたくらいで募集は始めていませんが。そろそろ始めないとね。チラシを作って配ったり、資料を作ったり、会場のセッティングもあるから結構人手がいると思うよ。はい。明日からすぐ始めます。あの、チラシの方は原稿ができていますので、 先生にも見ていただきたいんですがああそうじゃあ後で研究室に持ってきてはいパソコンに入っていますのでプリントアウトしてすぐお持ちしますうんじゃあ後でボランティアの学生を集める方もよろしく頼むねはいわかりました学生はこの後何をしますか 問題二。一番男の人と女の人が話しています女の人はどうして喜んでいますか嬉しそうだねなんかいいことあったんだえ、わかる 宝くじに当たったんだ。何言ってんのそんなわけないでしょじゃあどうしたのお金を拾ったとか、親戚のおじさんにお小遣いもらったとか。なんでそんなお金のことばっかり言うのよ。じゃああれか、恋人ができた。違うわよ。あのね、インターネットで本の注文をしたの。 そうしたら、ポイントが溜まってて、一冊の値段で三冊も注文できたのよ。それで、なんか得した気分なの。ほら、やっぱりお金が関係してたじゃないか。女の人は、どうして喜んでいますか 2番 2> お母さんと男の子が話しています。男の子はどうしてご飯を食べたくないのですか あれどうしてご飯食べないの先生に怒られたのそれとも、どっか具合でも悪いのそんなんじゃないよ。熱もないし、どこも悪くないから心配しないでよ。ただ。ただ、どうしたの今日学校でね、友達から交通事故で死んだ人の話聞いたんだ。あら。 友達は現場を見たんだって。それで僕も気持ち悪くなっちゃって。そうだったの。男の子はどうしてご飯を食べたくないのですか 3番「女の人が日本人の好きな食べ物について話しています」「女の人は日本全体では何が一番だったと言っていますか?えー」えこれは日本人の好きな食べ物について調べた結果です。 肉と野菜と魚の3つのうち、どれが一番好きですかという質問に3つのうちから1つだけ選んで答えてもらうという調査だったんですが、まず地域別で見ますと、肉が好きな人が40%に達するところ、魚が好きな人が40%に達するところというふうに地域によって好みが分かれましたが、 日本全体では魚と野菜がそれぞれ30%台で、意外だったのは野菜が2位だったこと。そして肉が好きな人は28%にとどまったことでした。女の人は日本全体では何が一番だったと言っていますか 4番空港のアナウンスです。小川真由美さんは今どこにいますか お客様のお呼び出しを申し上げます。アシアナ航空103便にてソウルへご出発のキム・サンユン様。アシアナ航空103便にてソウルへご出発のキム・サンユン様。いらっしゃいましたら、3階出発ロビーの案内カウンターまでお越しくださいませ。お連れ様の小川真由美様がお待ちです。引き続き、 おお客様のお呼び出ししを申し上げます。マレーシア航空305便にてクアラルンプールへご出発の大野美紀様マレーシア航空305便にてクアラルンプールへご出発の大野美紀様残骸出発ロビーシーカウンターの21番までお越しくださいませ。 小川真由美さんは、今どこにいますか五番会社で女の人と男の人が話しています。 男の人はどうして部長に怒られましたか昨日部長に怒られちゃったよええー、あの優しい部長が怒るなんて珍しいわね大事な書類の入ったカバンを電車の中に忘れちゃってね見つからなかったの駅の人にいろいろ調べてもらったんだけど 結局見つからなくて書類をなくしたんじゃ怒られても仕方ないわねいや部長が怒ったのはそのことじゃないんだそういうミスは誰にでもあることだからってどういうことどうしてすぐに会社に連絡しなかったんだって僕は見つかるかもしれないと思って後回しにしちゃったんだそうそれは。 まずかったわね。男の人はどうして部長に怒られましたか 6番学校で先生がインフルエンザの予防について話しています先生が特に大事だと言っているのは何ですか今流行っている新型のインフルエンザですが学校全体がお休みになったところも出ていますので皆さんも バスや電車に乗って出かけるときは注意してください。もうみんなわかっていると思いますが、出かけるときはマスクをしたり、外から帰ったらよくうがいをすること。で、それも大事ですが、特に気をつけてほしいのは手です。手はいろいろなところを触りますし、手についたウイルスはなかなか死なないそうです。ですから、うちに帰ったら手をよく洗って、できるだけ薬で消毒してください。 出かけるときに手袋をしていても同じです。うちに帰って手袋を取って、その手袋に触ってしまえば同じことですから。先生が特に大事だと言っているのは何ですか 問題3ガソリンで走る自動車がガソリンを入れなければならないように電気自動車は電池がなくなれば充電しなければなりません。これまではその充電に時間がかかるのが欠点だったわけですが今年に入って 政府と自動車メーカーは電気自動車に積んである電池そのものを交換する仕組みの開発に乗り出しました。これは電池がなくなってきたらガソリンスタンドの代わりに電池スタンドへ行って新しい電池と交換するというシステムで、これだと充電に時間はかかりませんから電気自動車が一層便利になると期待されています。 男の人は電気自動車の何について話していますか ?1「新しい電池」<S 2, 2「新しい充電システム」3「電池を充電する場所」4「電池を 充電する時間二番女の人がお掃除用のロボットについて話していますこの丸くて薄い円盤のようなものがお掃除用のロボットなんですが 床の上に置いてスイッチを入れるだけで自分で動いて床の上のゴミをきれいに吸い取ってくれます。とは言っても、やはり壁際や部屋の隅の部分はどうしてもゴミが残ってしまいます。大きなゴミや核があると動けなくなるので、最初に人が片付けなければならないのもちょっと面倒です。また、決して静かでもありません。それでこのお値段ですから、 これはまだまだ改良の余地があるんじゃないでしょうか。女の人は何について話していますか 1, ?1 お掃除ロボットの長所 2, 2お掃除ロボットの短所3 お掃除ロボットの値段。四。お掃除ロボットの使い方。三番。女の人が講演会で話しています。 朝食を食べる子供が年々減っていますが、これが学力にも影響するという調査結果がこの度明らかになりました。朝食をきちんと毎朝食べる子は、食べない子に比べ学力テストの平均点が5点高いことが分かりました。また、睡眠時間と学力の関係も調べたところ、 毎日8時間以上寝る子と6時間以下の子では長い子の方が平均点が10点高いことが分かりました夜遅くまで勉強している子の方が学力が高いように思いますが必ずしもそうとは言えないようです学力が高い子どもはどうだ と言っていますか 1, ?1 朝食を毎朝食べて睡眠時間も長い 2, 2朝食を毎朝食べて睡眠時間は短い3朝食を毎朝食べず睡眠時間は長い 「朝食を毎朝食べず睡眠時間も短い」4<番>スポーツ選手がマラソンについて話しています。マラソンは、 走った経験がない人が見ると長い距離を2時間も3時間もかけてただ走るだけの競技に見えるかもしれませんが僕は2時間のドラマだと考えています選手は最初から最後までそのドラマの主役になれるそれが最大の魅力ですねもう選手みんなが主役ですからその心理的な戦いがいろいろあるんです集団のどの位置で走るかどこでスピードを上げるかなど 非常に難しい。難しいだけに成功するとたまらないんです。男の人は何について話していますか ?1 マラソンの難しさ 2, 2マラソンの面白さ マラソンの大変さ4マラソンの大切さ5番男の人が話しています。 皆さんの中には子供がペットを飼うことにはあまり賛成できないという方がいらっしゃると思います。相手は生き物ですから、ちゃんと世話をしないと死んでしまいます。だからダメだというのもわかります。しかし、私は同じ理由から、ぜひ子供たちに生き物を飼って育ててほしいと思うのです。世話が大変だからといって怠けていたら、 ペットは病気になったり、死んでしまったりします。上手に育てても、年を取れば死んでしまいます。そして、死んでしまったものは、もう戻ってはきません。ペットを通して、そういう命というものについて学ぶことは、とても大切なことだと、私は思うのです。男の人は、 子供がペットを飼うことについてどう考えていますか 1, ?1 どちらかといえば賛成だ <S 2, 2 <S どちらかといえば反対だ3積極的に反対だ4積極的に 賛成だ。問題四。一番。さあ、冷めないうちにどうぞ。一。 はい、ごちそうさまでした2はいいただきます3じゃあちょっとお邪魔します2番「2> 明日は」 アルバイトに来られないの1はい、アルバイトをすることにしました 2, 2明日から始めさせてください 3, 3はい、明日は休ませてください 3番すみませんが、この本、プレゼント用に包んでもらえますか1わあ、ありがとうございます 2, 2はい、結構です 3, 3はい、かしこまりました 4番試験どうだったあの先生の試験は結構難しいって聞いてるけど 1, 1先生も聞いてたよ2そんなわけにはいかないよ3そうでもなかったよ 5番台風が来るって言うから飛行機で行くのはやめたら 1> 1そうだねそんなはずはないよね。2大丈夫、心配しなくても3。やっぱり飛行機は便利だね。 6番、ボランティアを募集してるんだけどなかなか人が集まらなくて1私でよかったらお手伝いしましょうか 2, 2それは残念でしたね 3, 3皆さんによろしくお伝えください 7番こんな企画書じゃダメだって言われちゃったよ。自分ではうまく書いたつもりだったのに。1。早く元気になってください。2>, 2。元気出しなさいよ。3。3> 本当につまらなかったですね。 8番あのチームには今度こそ勝ってほしいですよね。1> 1なかなか変えませんからね。いつも勝ってばかりですからね。いつも負けてばかりですからね。 <番>私たち明日から海外出張ね通訳の方よろしくお願いね 1, 1うまくいってよかったですね2気をつけて行ってきます3頑張ってやってみます 10番今度事務所が移転することお話ししましたっけ ?1, 1はい、伺いました 2, 2じゃあ一度お伺いします3どうぞお話しください 11番あれ旅行に行くって言ってたのに行かなかったの ?1, 1行ったつもりで貯金することにしたの 2, 2行かなくてもかまいませんよ3どうしても行くしかなかったんです 問題5家族3人がメタボについて話していますお父さん、メタボって何メタボっていうのはメタボリックシンドロームのことだけどよくそんな言葉知ってるねリエちゃん、メタボっていうのはねおへその周りが男性なら85センチ女性なら90センチ以上が メタボの基準でね。お父さんもそろそろ危ないのよ。気をつけてくださいね、あなた。カロリーの取りすぎとか、不規則な食生活をしているとか、運動不足の人がメタボになりやすいんですからね。それから、お酒やタバコも良くないんですよ。あなた、全部当てはまりそうだわ。おいおい、そんなことないよ。 酒もタバコも前よりはずっと減らしてるし、それに会社じゃパソコンの前に座りっぱなしなのわかってるから、この頃は少しでも歩くようにしてるし。でも、この頃残業が多くて晩ご飯は不規則だし、食べて帰ってきた時だってラーメンと餃子ばっかりだったじゃない。そうか、それはそうだ。でしょう気をつけてくださいね。うん。 わかったお父さん私おへそのまわりはかってあげる。お母さん私メジャーとってくるね。お父さんがこれから気をつけようと思ったことはどれですかへそまわりのサイズ。お酒と タバコ3食生活4運動不足 2>, 2番女の人がレストランでメニューの説明をしています。今月のコース料理は 4種類ございまして、A と B がシーフード、C と D が肉料理となっております。A コースはヒラメのお料理、B コースはエビのお料理となっておりまして、こちらは本日のおすすめメニューでございます。C コースは当店自慢の牛肉の赤ワインに D コースは若鶏の照り焼きで、若い女性のお客様に人気がございます。 では、お決まりになりましたら、お呼びくださいませ。僕は、今日は魚にしようかな。じゃあ、A コースね。私は、お肉の方がいいな。あ、いや、やっぱりこっちにする。今日のおすすめ。うん、これに決めた。君は、女性に人気のコースがあったよね。それにしようかとも思ったけど、今日はあなたのおごりだし、このお店の自慢料理にするわ。ええー。 一番高いやつだよ、それ。はいはい、わかりました。じゃあ、注文するね。質問1。この男の人は、どのコースを注文しますか 質問2この女の人はどのコースを注文しますか <noise>